はい、こんにちは。今日はですね、韓国経済の情勢についてお伝えしてまいります。現状ですね、韓国のウォン安状態が続いております。で、こうした情勢の中ですね、G.comですが、1月14日のニュースですが、韓国中銀が追加利上げ、政策金利コロナ前水準に。韓国銀行中央銀行は1月14日の金融通貨委員会で、物価高騰を背景に政策金利を 0.25% 引き上げて 1.25% とすることを決めた。昨年8月と11月に続く追加利上げ、このように報道されております。ですので、昨年の8月以来ですね、韓国中央銀行は3回立て続けに利上げを行ったということになると思います。で、こうした利上げの背景にはですね、現代ビジネスですが、追加利上げの背景には韓国でもインフレ圧力が高まっていることに加えて、ウォン安に歯止めがかからないことがある。利上げを行うことでウォン安にブレーキをかける思惑があったとみられる。韓国銀行は消費者物価指数の上昇率が 3% を上回る状況が続くと予想し、追加利上げを急がざるを得なかったのだろう。ウォンが米ドルに対して軟調に推移していることは、韓国銀行に強い危機感を与えたとみられる。このような指摘、分析、報道があります。ただですね、こうして韓国銀行中央銀行が3回も立て続けに利上げをしたにもかかわらず、ある種効果は限定的であったといいますか、急場しのぎ的な効果という側面が強かったと思います。と言いますのは、その後1月26日 FRB が3月に利上げを予告したということが大きかったと思います。朝日新聞デジタルですが、アメリカ FRB 3月に利上げ、米連邦準備制度理事会 FRB は1月26日3月に利上げに踏み切り、ゼロ金利政策を終える方針を決めた。新型コロナ対策で始めた大規模な金融緩和の正常化を急ぎ、インフレを抑えたい考えだ、このように報道されました。で、このことでウォン売りは止まらず、1ドル1200ウォンを突破することもありまして、その後も1200ウォン近辺で推移しているという情勢があると思います。こうした情勢は韓国経済に3つの懸念材料があることを示唆していると思います。1つ目は、3月にですね、 FRB が実際に利上げをしたらウォン安はどこまで進むのかということですね。そして2点目は、 FRB 利上げに伴いまして、韓国銀行がウォン防衛のために追加利上げということを実施しなければならない状況になると思われますけれども、さらにですね、韓銀が追加利上げした場合、この韓国国内の家計債務問題というのはどうなるのか。そして3点目は、韓国の輸入物価の上昇、こうしたですね、3つの材料が懸念されてくると思います。で、特にですね、この FRB の利上げに伴い懸念されますのは、韓国の家計債務問題への影響だと思います。現代ビジネスですが、アメリカでは超低金利と潤沢な流動性供給による緩和的な金融政策が正常化され、利上げとバランスシート縮小による流動性吸収が進む可能性が高い。その状況下で韓国銀行が追加の利上げを実施すれば、国債流通利回り、金利は上昇し、多額の借り入れを抱える家計の債務問題が深刻化する恐れがある。過去アメリカの利上げ局面では、ドル資金の調達に不安がある韓国からは投資資金が流出したケースが多い。金利上昇を警戒した海外投資家は、サムスン電子など主要な韓国企業の株を売り、昨年秋口以降は韓国総合株価指数コスピが軟調に推移した。韓国から投資資金が流出し、ウォンが下落した。その結果、韓国の輸入物価の上昇が勢いづいた。韓国銀行は FRB に先んじて追加利上げを実施し、米韓の金利差拡大を抑え、ウォン安に歯止めをかけなければならないと危機感を強めているようだ。このように報道されております。つまりですね、こうしたニュースを俯瞰的に見てまいりますと、現状ですね、韓国経済は米金利上昇からウォン安、そしてウォン安から韓国の輸入物価の上昇、そして韓国銀行による利上げ、そして韓国銀行の利上げによりまして、韓国の家計債務問題の、ある種のですね、深刻化、こうしたですね、悪循環ということが始まりつつあるように見えます。特に韓国銀行は、このウォン防衛ということのための追加利上げということと、この追加利上げによって影響を受ける家計債務問題ということの、この2つの間の中で板挟みの状況になりつつあるように見えます。今後懸念されるのは、追加利上げが韓国の家計に与える打撃だ。韓国では所得の減少と不動産価格の上昇で借り入れに頼らざるを得ない家計が増え、家計の債務残高は GDP 比 100% を超えた。
韓国銀行が追加利上げを続けると韓国の金利は上昇し家計の資金繰りは逼迫し始めるだろう。そのリスクは韓国銀行も認識しているはずだ。ただ物価の安定と金融システムの健全性の維持を使命とする中央銀行にとって地獄通貨の下落リスクが高まることは避けなければならない。韓国銀行が追加利上げをためらう姿勢を示せばウォン売り圧力は急速に高まる恐れがある。世界的な物価上昇圧力の高まり、中国経済の減速傾向の鮮明化、金利上昇による韓国の不動産価格や株価下落リスクの上昇、新型コロナウイルス新規感染者の再増加などマイナス要因は山積する。そうした状況下、追加利上げが実施されると家計の資金繰りは悪化し、若年層を中心に雇用所得環境の悪化懸念が高まるなど、韓国経済の先行き不安は一段と高まるだろう。このように報道されております。そしてこうした中ですね、次のような報道がされました。ロイターですが、米利上げ年内4回超織り込みへ、 FRB 高橋制で短期市場、パウエル米連邦準備理事会 FRB 議長による1月26日の高波的な発言を受け、短期金利市場は FRB が年内に4回を超える利上げを行う可能性を織り込み始めている。このように報道されております。そしてこうした中、中国経済は今年成長率が鈍化するとの報道があります。日本経済新聞ですが、中国経済は22年初めも停滞が続く公算が大きくなっている。変異型オミクロン型の感染が広がり、移動制限が長引きかねないためだ。アメリカゴールドマンサックスは、より頻繁で広範囲な規制が必要になるリスクが高まったとして、22年の実質経済成長率の予測を 4.8% から 4.3% に引き下げた。このように報道されております。つまりはですね、アメリカのこの FRB のですね、年内4回を超える利上げを行う可能性、そして中国経済の実質経済成長率の鈍化予測、こうしたことは韓国経済にとって無視できない情勢であると思います。そしてさらに米韓通貨スワップということを考えてまいりますと、この米韓通貨スワップは昨年末終了しています。ですので、こうしてですね、総合的に見てまいりますと、アメリカの利上げということと、ウォン安で進む韓国の輸入物価の上昇、そして韓国銀行のウォン防衛のための利上げで影響が大きくなる家計債務問題、こうした難しい局面と韓国経済は3月以降本格的に直面するということが予想されると思います。でですね、今年3月と言いますと、3月に行われます韓国大統領選挙を控えておりまして、与党共に民主党の候補であるイ・ジェミョン候補と野党のユン・ソクヨル候補という、この2人の候補に注目が集まっていると思います。ただですね、このイ・ジェミョン候補、そしてユン・ソクヨル候補、この2人ともですね、経済政策ということに関しましてはちょっとまだ不透明なんですよね。イ・ジェミョン候補の経済政策というのは、一言で言ってしまいますと、ちょっとばらまき的な政策という色合いが濃いように思います。で、こうした中、これまでの韓国の大統領選といえば、北朝鮮をめぐる情勢ですとか経済対策ですとか対米関係ですとか、そういったことが主な論点ということになってきたと思いますけれども、先月ですね、報道されたニュースの中で、ニューズウィークですが、大統領選が迫る韓国で突如勃発した薄毛論争、次の大統領選は毛髪で決まる、今年3月に行われる韓国大統領選挙を控え、与党共に民主党の候補であるイ・ジェミョン氏が薄毛に悩む人々から強く支持され始めている、脱毛症の治療費を政府が一部負担するべきだと提案したからだ、このような報道がありました。で、この薄毛論争というのは一つの、例でありますけれども、現状の韓国大統領選挙において、あまりですね、その経済政策ですとか対北朝鮮政策ですとか対米関係ですとか、そうしたことがですね、あまり深く議論されていない、どちらかと言いますとお互いの候補のスキャンダル合戦と言いますか、そうしたところに終始しているように見えまして、この韓国経済ということを短期的に、あるいは中長期的に、そして長期的に考えてどのようにするのか、そうした議論がですね、進んでいないように見えます。ですので、次期大統領がどなたになるのかというのは、韓国大統領選挙が終わるまで分かりませんけれども、そうしたですね、経済政策ということにおいても、韓国大統領選挙における有力候補の経済政策ということが具体的に見えてこない、こうしたこともですね、国際的な視点から見ればですね、懸念材料になっているというふうに見えると思います。ですので、3月以降韓国経済の情勢ということには、このチャンネルも注目してまいりたいと思います。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、
そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。